マイネ・ヌーベルは、日本の競争馬、繁殖品馬。ラフィアンター・アフマンクラブにおける、募集価格は1600万円。デビューは2002年11月10日、東京競馬場の2歳新馬で3着に敗れるが、2戦目の折り返しの新馬で、初勝利を挙げると、同年12月のホープフルステークスで連勝。一息入れた後の翌2003年3月22日の、 フラワーカップでほぼ最高峰から直線一気で差し切り3連勝を達成するとともに重賞初勝利。一躍クラシックの有力馬に名乗りを上げた。しかし、大賀賞、優秀品馬ともに末、足不発で、それぞれ10着、11着と大敗。その後関東オークスを軽い不安のため回避し、放牧に出されたが、その後、屈権炎が判明し、 長期休養を余儀なくされた。復帰戦は2004年4月25日の第1回福島品場ステークス。馬体重プラス 22kg での出走となったが、道中最後方から追い上げて2着に入る。しかし、その後は中山金杯の2着をはじめとして、入着はあったものの勝てず、2005年12月4日、ターコイズステークスの11着を最後に現役引退。 繁殖品馬となった。2020年に、父ゴールドシップの産区を出産後、永民。その後、孫のユーバーレイベンが2021年に、優秀品馬を制している。以下の内容は、netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。